持ち物が散らかっていて、転んでしまった女性。重大な事故現場を連想させるこの姿は、実は設定した場面なんです。これは、海外で大人気を呼ぶフォーリンスターチャレンジ、フォーリングスターズチャレンジを楽しむ人々の姿でした。18日、現地時間、香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは、現在、中国で大流行しているフォーリンスターチャレンジ、フォーリングスターズチャレンジについて紹介しました。フォーリンスターチャレンジの参加方法は非常に簡単です。まず、自分が持っているブランド品バッグや持ち物、お金などをすべて床にこぼしておきます。次に、高価な車や専用飛行機に自分の片方の足をかけて、頭を下げたまま床にうつ伏せになります。まるで足を踏み外して倒れてしまい、バッグの中に入っていた持ち物が散らかってしまった状況を演出すればよいのです。このシーンを写真に残して、文字通りに、フォーリン、倒れスターになれるチャンスが与えられるのです。フォーリンスターチャレンジは、ロシアから流行り出し、自分が持っているお金を自慢するための遊びです。SNS を通して人気になったこのチャレンジは、特に中国で絶大な人気を集めました。お金持ちであることを自慢したい心理と、その遊びの方式が適合している人々の興味を大きく刺激したものです。しかし、過熱の流行を見せるフォーリンスターチャレンジは、その副作用も少なくありません。15日、中国の浙江省大邱市の道路で車を止めて、このチャレンジに参加した女性が警察に逮捕されてしまいました。当時、女性は危険な状況を演出しようとして、交通妨害の疑いで逮捕されてしまい、150元約2500円と、10元約1、60円の罰金を払うことになりました。それだけではありません。フォーリンスターチャレンジを嘲笑するミーム、メメシリーズを作り出す人たちも登場しました。ブランド物の代わりに、自分の仕事と関連しているものを床に散らかして、お金持ちと同じ姿勢で写真を撮影したりしました。兵士、消防士、肉屋など非常に多様な職業の人たちが参加しました。このように、多くの人たちが参加し続き、フォーリンスターチャレンジは話題を集めています。フォーリンスターチャレンジは、楽しくて、
愉快な時間を与えてくれる一方、大げさな行動や危険を伴う行為、他人に被害を与える状況は、必ずしも注意をしなければなりません。いかがでしたか？楽しむのは自分だけにしてほしいですね。あまりにひどいと本当に通報してしまうこともあるかもしれないので、あなたはどう思いましたか？今回の動画を多くの方に見て知ってもらいたいです。動画をグッド評価していただけると、動画が拡散され、より多くの方々に知っていただくことができます。ご協力いただける方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。